ウラジミール・コジミチ・ツボルキン1982年7月29日は発明家、技術者であり、特にテレビ技術の先駆者として知られている。ロシア系アメリカ人。ロシア語名は、ブラジーミル・コジミーチ・ツボルイーキン。ツボルキンは、ブラウン管を使ったテレビの送受信システムを発明した。彼は1930年代初め頃からテレビの実用化に関連する。 様々な発明をしている。テレビの真の発明者と呼ばれることもあるが、フィロファー・アンズワースや他の人をそう呼ぶ場合もある。ツボルキンは1888年7月17日にロシア帝国のムーロムの豪商の家に生まれた。父親には休日以外メットに会うことがなく、相対的に穏やかなしつけを受けた。サンクトペテルブルク国立工業大学で、 ボリス・ロージングの下で学んだ。最近発見された彼の個人的な記録によると、ツボルキンはサンクトペテルブルクにあるボリス・ロージングの個人的な研究室でテレビに関する実験の助手を務めていた。ロージングは1907年に世界初のテレビに関する特許を出願している。1911年には改良した設計に基づくデモンストレーションを行い、これが 世界初のテレビ関連の公開実験であった。ツボルキンに関する多くの電気によれば、彼は1912年に大学を卒業し、その後パリのポールランジバンの下で X 線の研究をしている。上述の新規に発見された記録によると、ツボルキンがロージングの下で研究していたのは1910年から1914年にかけてのことであった。どちらにしても、 第一次世界大戦の間、ツボルキンはロシア軍の通信隊で働くことになり、その後ロシアンマルコーニに職を得た。そこでロシア軍向けの無線機器の試験を行った。ロシア革命後、ロージングはペトログラードで専門家として働いたが、ツボルキンは1918年から1919 19年頃にロシアを離れ、アメリカ合衆国に移住する決意をした。 アルベルト・エイブラムソンの書いた電気によると、アメリカを最初に訪れたのが1918年末で、1919年末に、再び訪れている。これは、おそらくパリでの住居を引き払うために、一旦パリに戻り、1919年12月にアメリカに戻ったと考えられる。アメリカに渡り、ウェスティングハウス・エレクトリックのピッツバーグにある、研究所に職を得たツボルキンは、 そこで再びテレビの実験に関わる機会を得た。彼は研究成果を二つの特許にまとめている。一つ目は1923年12月23日に出願されたテレビジョンシステムズと題されたもので、次にほぼ同じ内容だが、色情報の送受信方式を追加して、他にも細部を修正したものを出願した。ツボルキンの考えたテレビシステムは送信側も、 受信側も陰極線管を使う方式であり、1911年12月に A.A. キャンベルス・イントンがネーチャー氏に発表した方式を思い起こさせるものだった。これは画像を電子の放出に変換し、それを陰極線管で操作して信号に変換するものである。1925年末から1926年初めにかけてのいずれかの時期にツボルキンは 公開実験を行って、ブラウン管による操縦心が本質的に可能であることを示したが、ウェスティングハウス経営陣から見ればそれは成功には程遠いものだった。ツボルキンは経営陣に実用化のための時間をくれと主張し、システム改善の努力を続けた。ツボルキン自身が記したものや、ピッツバーグ大学で博士号を取得するために年に、 書いた博士論文によれば、彼は高電管の出力の改良を主に言っていた。テレビジョン装置を実演するツボルキンしかし、一つの方向に突き進むには限界があり、ツボルキンは1929年に振動ミラーとファクシミリ送信に関する特許を出願している。しかし同時に彼は陰極線撮像管の改良にも取り組み、 1929年11月にキネスコープに関する特許を出願した。その2日後にはアイアーで発表している。12月に撮像館のプロトタイプが完成した頃、ツボルキンは後に NBC を創設する RCA 社長デビッド・サーノーフに出会い、RCA が新たにカムデンに建設した研究所でテレビ開発の責任者として働くことになった。 その研究所への引っ越しは1930年春に行われ、テレビ送信システムの開発という困難な作業が再開された。1930年中頃には研究所内の実験で操作線80本のキネスコープが動作していたが、送信機構は機械式だった。打開策として、ツボルキンのチームはハンガリーの発明家、 カールバン・ティホニーが1928年にフランスとイギリスで特許出願した方式を採用した。RCA は彼の特許がフランスとイギリスで公開された後、1930年7月にティホニーに接触している。これは奇妙な設計であり、画像が投影された面と同じ側から操作線で光電セルを操作する方式であった。さらに重要な点は、 操作船が操作する間に、光電セルが受光した光を電荷として蓄えるという、全く新しい原理に基づいていたことである。アルベルト・エイブラムソンによれば、その実験は1931年4月に開始され、1931年10月23日に、実験が成功すると、この新型撮影装置をアイコノスコープと呼ぶことが、決まった。 1934年末には製品化可能となり、カールバン・ティホニの特許権は当然ながら買い取られた。1935年初め、この撮像館がドイツにもたらされた。そこで、さらなる改良が加えられ、1936年のベルリンオリンピックでカメラに使われ、成功を収めた。なお、ベルリンオリンピックには、ファーンズワースのイメージダイセクターもフィルムからの放送に、 使われた。オリンピックの放送は約200カ所の劇場で行われたという。また、ツボルキンは暗視装置を発明し、月や星の光を6万倍にまで増幅させ、夜を昼に変えることに成功した。ツボルキンは1954年に引退した。それまで着実に昇進したが、彼は開発現場に関わり続けた。晩年、テレビ放送の質に憤慨し、 孫には見せないと述べていたという、ありがとうございます。